平野翔のビリヤードテクニックが炸裂。ガンユータジングージユータも大興奮。ノーイチボーナス映像で見せた3人の絆。仲良し3人組の貴重なプライベート映像公開。アルバムノーイチのボーナス映像がリリースされた瞬間、多くのファンがその魅力に引き寄せられました。映像の中では、平野翔、ガンユータ、ジングージユータの3人がわきあいあいとした姿を見せ、 ファンはその無邪気で楽しげな様子に感動し、SNS は彼らへの愛に溢れる投稿でにぎわいました。ビリヤードをしているシーンでは、平野紫の見事なショットが際立っていました。彼のショットが決まるたびに、彼の顔には喜びがあふれ、時には興奮のあまりビリヤード城を駆け回る姿が映し出されました。その瞬間、岸優太と神宮寺優太も思わず笑みを浮かべ、 3人の仲の良さが感じられる温かい光景が広がっていました。一方、ビリヤードがうまくいかないとき、平野将はほんの少しだけ肩を落とすことがありましたが、そんなときこそ、岸優太と神宮寺優太が絶妙なタイミングで彼を励まし、微笑みを交わす様子が映像に収められています。これらのシーンは、ただの遊び以上に、彼らの深い絆や互いを支え合う関係性を感じさせるものであり、 その微笑みままししさににファンはは感動せせずにはいられませんでした岸優太の頼れるお兄さん的な存在感や、神宮寺優太のユーモアあふれる行動は、場を一層楽しくさせ、彼らが一緒にいるだけでどんな瞬間も特別なものになるということを映し出しています。特に神宮寺優太が挑戦したダーツのシーンは笑いに包まれました。勝ちたいというプレッシャーに追われる中、彼はちょっとしたズルを試み、そのユーモアに場が和みました。 平野章もその瞬間を目にして、思わず笑いをこぼし、神宮寺の行動に心を温められたようでした。三人がこのように純粋に遊ぶ姿は、彼らがどれほど自然体であるか、そしてお互いへの信頼と親しみが感じられる瞬間でした。また、三人は面白い挑戦にも取り組んでいました。それは、電気ショックの感電装置をつけて、失敗すると軽く電流が流れるというものです。 彼らは一見怖がりながらも、失敗するたびにその軽い痛みを笑い飛ばし、さらに一体感を深めていました。特に神宮寺優太が感電する瞬間、彼が痛みを避けようとする姿はとてもユーモラスで、平野翔や岩優太もその姿に大爆笑。ファンたちは SNS でこのシーンに多くの反応を寄せ、陣君の可愛い反応、岸平最高と、彼らの仲の良さを称賛する声が相次ぎました。 この映像が特に感動的だったのは、3人がそれぞれの個性を生かしながら、自然に互いを補完し合う瞬間が多く見られたことです。平野翔はその純粋な喜びを全身で表現し、時には失敗を引きずることもなくすぐに前を向く姿が印象的でした。岸優太は冷静でありながらも、ふとした瞬間に見せる優しさやお兄ちゃんらしさで場を支え、そして神宮寺優太はその抜群のユーモア感覚で常に場を明るくし、 笑いいを提供していましてまたこのようにして、3人は互いの存在を大切にし、自然とそれぞれの長所を引き出しているのです。ファンがこの映像にこれほど熱狂した理由の一つは、彼らの関係性がとてもリアルであり、作られたものではないという点でしょう。これまでのメディア露出やインタビューでは垣間見れなかった、彼らのプライベートな一面が鮮明に映し出され、視聴者に新たな感動をもたらしました。それは、 ファンにとって3人の新たな魅力を発見する瞬間でもあり、彼らの成長や変化を追いかける楽しみを再確認させるものでした。また、この映像はただのエンターテインメントにとどまらず、彼らがどのようにお互いを理解し、サポートし合っているかを示す重要なドキュメンタリー的な側面も持っています。特に平野翔が何度も感電のスイッチを押そうとする瞬間に、神宮寺優太が、やめて、と笑いながら懇願する姿は、 二人の深いい信頼関係を表していますこの瞬間は SNS で特に話題となり、多くのファンが、二人の関係性が可愛すぎるジン君、翔君を頼りすぎといったコメントを残しました。これらのエピソードは、彼らがただのアイドルグループであるだけでなく、家族のような絆を築いていることを示しています。こうした彼らの仲の良さは、ステージ上だけではなく、プライベートでも変わらないものです。 ファンはその一貫性に共感し、彼らが見せる、普通の青年としての一面に親近感を抱いています。彼らがどれだけ忙しいスケジュールをこなしていても、3人が一緒にいるときはその全てが楽しいものになるという事実は、多くのファンにとって感動的であり、憧れの対象です。さらに、ガン・ユータのお兄ちゃん感がこの映像で際立っていました。彼は常に周囲を気にかけ、場を和ませる役割を果たしており、 特に平野翔や神宮寺勇太が少し戸惑ったり、ふざけすぎたりしたときには、そっとフォローに回る姿が印象的でした。彼のこうした細やかな気遣いが、グループ全体のバランスを保ち、ファンにとって彼の存在は欠かせないものとなっています。特に SNS では、岸平最高という声が多く寄せられ、岸と平野のコンビがいかにファンに愛されているかがよくわかります。一方で、ファンは映像を見ながら、 ただ楽しむだけではなく、時折彼らが示す繊細な感情や、長年の活動を通じて培われた絆にも目を向けています。このアルバムのボーナス映像は、単なる、ファン向けの特典という枠を超えて、3人の歴史や成長、そして未来への期待を込めた一幕でもあります。彼らがこうして、日常の延長線上で楽しく遊んでいる姿を見られるのは、ファンにとって何よりの喜びです。 この映像を見たファンの多くは、何度も繰り返し見てしまう、3人が一緒にいるだけで全てが楽しくなると口々に感想を述べており、彼らの自然体で音階関係性がどれほど人々に愛されているかがうかがえます。映像の中で見せる何気ない笑顔や仕草に、ファンは彼らの素顔を感じ、そこに共感を覚えます。映像の最後では、3人が再び肩を並べて笑顔でビリヤードを楽しんでいるシーンが流れ、 その温かさに胸がいっぱいになる瞬間が訪れます。これは、ただのアイドル活動ではなく、彼らの友情や信頼関係が深く根付いていることを示しています。このような瞬間が、ファンにとって忘れられない宝物となり、今後も彼らを応援し続ける原動力となることでしょう。アルバム「NO1」のボーナス映像は、ただの映像以上の価値を持ち、ファンにとっては貴重な体験となりました。映像が終わっても、 ファンの心には3人の温かい姿が深く刻まれ、その余韻が長く続くこととなりました。彼らが映像を通じて見せた友情や絆は、決して演技や作り物ではなく、長年一緒に過ごしてきたからこそ生まれる自然なものであり、それが多くの人々に感動を与えました。アイドルとしてのプロフェッショナルな面だけではなく、彼らが普通の友達として遊び、笑い合う姿を見ることで、 ファンはより一層彼らを近くに感じることができました。3人の間には、互いに言葉にしなくても通じ合う信頼関係があります。これまで彼らが歩んできた道のりは決して平坦ではなく、多くの困難や挑戦がありましたが、そうした経験を共有してきたからこそ、彼らの絆はより強くなったのでしょう。それが今回の映像で存分に表現されており、ファンもその一部を感じ取ることができました。特に 関連装置をつけてのゲームで見せた平野翔と神宮寺優太のやりとりは、その信頼と親しみが垣間見える瞬間でした。神宮寺が、やめて、と懇願する姿に、平野は一瞬ためらうものの、結局は彼のいたずらっぽい性格が勝ってスイッチを押してしまう。このユーモラスなやりとりは、彼らが心から楽しんでいる証拠です。岸雄太も、この場面では落ち着いた姿勢を見せながらも、 ふとした瞬間に見せる笑顔や軽口が、彼らの関係にさらなる彩りを加えています。彼は常に他の二人を見守り、必要なときには自然にサポートするその姿勢が、まさに、お兄ちゃん的存在感を強調しています。これに対し、ファンからは、岸君の頼りがいのある姿が本当に好きという声が多く寄せられ、その魅力が改めて再確認されたのです。このように、 彼らの関係性は非常にバランスが取れており、誰一人としてかけることができない特別な絆が存在しています。平野翔の純粋な無邪気さ、神宮寺優太の絶妙なユーモア、そして岩優太の穏やかで包み込むような存在感が、見事に調和しているのです。映像を見た多くのファンが、3人でいれば何でも楽しくなると感じたのは、まさにこのバランスの良さから来るものでしょう。